必ずやろう日本最高<ー>ですこの動画を見てなるほどねなんてね思ってくれたら是非さて、まあえー、3日ほど前に、えー、ロシアがですね結構こう追い込まれてきてるんじゃないかというまあそういう感じの動画をですねあ、えー、げたんですけれども、まあ、それのちょっと、まあ、続編というか付け足しというか、まあ、そういう感じでもってですね これやっぱりロシアはかなりやばいところに来てるんじゃないかというまあそういう私の見立てについて話をさせていただこうかなと思っていますでその時の動画でもあの私お伝えしたと思うんですがロシアの国海艦隊の、えー、この機関であるまあ旗の船、えー、一応その司令塔となるその中心となる船であるモスクワというものがですね えー、これがあネプチューンミサイルというもので、えー、撃墜されて、まあ、それで沈んだということが、えー、明らかになりましたけれどもこれはロシア海軍の防空システムというものが意外に脆弱なのではないかということを しし示していいいいるるととととううここがまず分かかのでではないかということなんですねでネプチューンミサイルの射程距離っていうのはですねまあ300キロまではないんじゃないかみたいなねまあ具体的な数字ははっきりは分かんないんですがまあそんな感じのことを言われていてただまあ300キロっていうのもそれなりの距離にはなりますので ロシアの黒海艦隊にしてもですねもう陸にだいぶ近づくということはこれはもうできないねというこういう話になってきているわけなんですね。で実際このモスクワがこう沈んだその後になんですけれども残りの艦船はですね150キロぐらいい沖合に退避したという話があります要はそういう被弾を受けないところまで逃げたという、まあ、そういうことになって。 そうするとこう陸地に近づけませんからウクライナ軍に対するプレッシャーというのがですね、まあ、必然的にこう下がっていくことになるという、まあ、こういうことになるわけですね。ここれは色々こうちょっとと不思議ななろがあるわけなんですよねで普通その対艦ミサイルというのがこうビヨンとこう飛んでいくっていうことになった時には、まあ、ここにこう船があるとした時にですね まあこういって上から狙っていくみたいなえある程度の高さに立ってですねまあそこからその標準レーダーを当ててでまあロックオンしてそれでこういくというこの形になるのがこれが普通のあり方だったりするんですけれどもこういう形で飛んでいってもですねつまりロックオンをするということでレーダーを向けるということをやれば。 こちら側からすればレーダーが向けられてるということが分かるので、まあ、こいつをこう、えー、避けるためにですね、えー、いろんな行動が取れるはずなんだけれども今回取れていないでそのくらいに、えー、実はロシア艦艇の方というのはですねこのしょぼいものだったのかもしれないということが考えられる可能性としては一つでもう一つはですね 極めて正確なこのモスクワのですね位置情報というものが西側の軍事情報筋からウクライナ軍の方にですねこう流されていてウクライナ軍はそれで、えー、シースキミングモードと言いますがまあ要は海面すれすれのところをピューッとこう飛んでいくっていうねレーダーに全然引っかからない形で飛んでいって そして最終的にこの横の方からそのまんまですねこの位置に対して正確にぶち当てるというそういうことをやったんではないかなんていうね話もあったりはします。でそうなるとこの西側の軍事情報とウクライナ軍とのこの共有関係というのがまあ想像以上に密でありそして想像以上にですね <laughs> その情報共有というもののレベルが高いということになってきますからこれはこれでですねまあすごい話だよねってことになるわけです。で真相は今のところまあ我々のようなこの庶民というかですね素人にはもうやぶの中ということにまあならざるをえないわけなんですが同様のですねもうそのシースキミングモードで飛んでいくなり。 あるいは向こうの防空システムというものが大したものではないんだから普通にまあこういう感じで飛んでいくなりしてもなんですがもう海の防衛というのはおそらく十分な役割は果たしきれないであろうという、まあ、そういうふうに理解すれば良いかなと思っています。でそしてですねまあ被弾したからといってまあ簡単に船は沈むかといったら まあそんなことはないわけでありダメージコントロールなんてね、えー、言ったりしますけれどもダメージを受けたところをこうなんとかリカバーしてですねでまあそれで戦闘が継続できるようになるあの少なくともこう浮いていられるようにするっていうまあそういうのはまあ当たり前だったりするわけなんですがわずか2発のミサイルで簡単に沈んでしまったということになるとですね これはロシアの船というのが相当にやわいものであるのかあるいはそのダメージコントロール能力というのが、まあ、想像以上に、えー、おざなりなものなのか、まあ、どちらであったとしてもこれまたロシアの海軍戦力というのは相当にレベルが低いということにならざるを得ないということになるかと思います。 ちなみにですね、この「機関モスクワ」というものがこう沈没したのがですね、4月の13日ということになるわけなんですけれどもこの4月13日というのはロシア極東太平洋艦隊の機関であったペテロ・パブロブスクがですねなんと日露戦争の時にですね、えー、こう沈んだ日とん しくもですね、同じ日なのだというのはまあちょっと面白い話でもあります。ちなみにですねあのロシア艦隊が、まあ、完膚なきまでですね叩きのめされたという日本海海戦というのは、まあ、これのですね1年後の5月のことなんですけれどもねロシアのなんか行く末を暗示してんじゃないのみたいなね なんかそんな感じでもってまあ一部の中では言われてたりしますまあこれはもう単なる偶然なんだっていうことで本来考えるべきことだとは思いますけれどもうん,なんかねちょっとね面白い偶然だなぁなんてねまあ思ったりするところがありますでロシアの戦力全体に関してこう見た場合になんですがアメリカ軍がまあ分析をしているところからするとなんですけれども まあ2月の当初にこう進攻開始ということがあったりした時からするとですね、損失戦力というのは、 二十五パーセントぐらいになっている。つまり、元の状態からすると、七割五分ぐらいのところに落っこってきてるんじゃないかという。まあ、こんな分析を出しています、えー。ロシア軍の戦闘機、それから対地攻撃機。まあ、要は、地上をこう攻めていくようなあ、そういう爆撃機とか、そういう類のものです。けれども、それと、まあ、戦闘ヘリと言われている、まあ、そういうヘリコプターなんですが。 合計でですねどうも225機撃墜されているということで実は航空戦力の方もかなりやられているんじゃないかっていうことがね言われてたりするわけです。でまだですね機体の数もそれほど多くない最新鋭ステルス戦闘機のスホーイ57もですね今回のウクライナの戦争に 投入されているんだということが、これがあすでに確認されています。で、このスホーイ57がまあ、別に。それは参加しててもおかしくはないんだけれども、使われ方がですね。かなり変なんですね。 スホーイ57が、まあどういう使われ方をしたかといったらですね、KH59 という、まあ最大射程300キロという、まあ地対空ミサイル、つまりまあ空からこう陸上を攻撃するような、そういうタイプのミサイルなんですけど、まあ、これを積んでですね、戦闘行為に参加しているということに、こうなるんですけれども、この KH59 は、 まあ、スホーイ57に搭載はできるもののその機体のですね外側にしか、えー、置いておけないということになっているわけなんですね。でまあ皆さんご存知だと思いますけれどもそういう飛行機のこう底の部分のところっていうのはウェポンベイというまあ要はあそのミサイルの格納庫みたいなものがあって。 で、そこの中に完全に隠れていれば、その飛行機自体がステルス戦闘機なわけですから、そのステルス性というものを発揮して、で、大きな効果を持つことができるのに、このウェポンベイに格納できないミサイルというのを、わざわざですね、このステルス戦闘機の外側にぶら下げる状態の中で飛んでいっても、 これ、ステルス性がないので、容易にどこに、その、この戦闘機があるかというのが、把握されてしまう、ということになるわけなんですね。で、そのことを、もちろんロシア側もよくわかっているから、ウクライナ軍から攻撃をされても、 まあ対応できるよねというその領域の中つまり自分たちがこう抑えている、えー、そういう領域のこう内側のまあかなりしかもそのウクライナ軍等のその境からすると随分内側に入ったそういうところからまあって ですね、このスホイ57がですねもう撃墜されないようにみたいなそういう使い方をしているんですけれどもで本来であればそんなのもスホイ57じゃなくてもっとと別の飛行機を使えばいいじゃんとなんでそこに、えー、わざわざステルス戦闘機であるスホイ57を搭乗させなければいけないのって言った時に軍事的合理性がないっていうことになるんですよね。 でそのくらいロシア軍というのは頭が悪いのかといったらそんなわけがないのであってとすると考えられるのはロシアの飛行機というのが実はまともに動く飛行機がかなり減っていてそういう中でスホイ57まで本来とは違う使い方でも使わざるを得ないところまで。 追い込まれているんではないかという、まあ、こういう見方もできるということなんですねさて3日前の動画で、まあ、スロバキアが、まあ、戦闘機のミグ29というのを、えー、これはどうもウクライナ側に渡したローだということについてまあそういう情報が出てますよみたいなことで、まあ、お伝えをしましたでどうもこれはやっぱり正しかったというふうに言っていいと思います でさらに、えー、ブルガリアであるとかあるいは、まあ、ポーランド辺りからもですね同様の提供があるんじゃないかという、えー、ことにはなってます。 なんかねちょっとあの常念司さんとかがなんか55期という具体的な数字を出していたりっていうのがありましたが、まあ、勝手に自分のその常識との照らし合わせで行った時にそれはちょっと多すぎるんじゃないのっていうふうにえ感じてるところもありますがまあとりあえずそのかなりの数のものがえもしそういうことでウクライナ側に引き渡されているということになるとすればなんですがこれはウクライナのその航空 攻撃能力というものが格段に上がるということになりでその一方においてロシア側がですねまあさっき言ったようにもうスホーイ57に頼らないといけなくなるぐらいに実は航空戦力が弱っているというのが 事実だとすればってことです。あくまでも事実だとすればということになりますが、航空戦力のその優位性ということで言ったときに、ウクライナ軍はひょっとしたらロシア軍よりも勝ってるかもしれないというところまで変わってきてるかもしれないわけですね。あくまでも可能性です。 でマリウポリに関しては、まあ、ロシア側はこれで完全制圧をしたんだというそういう宣言はしましたがですが西側筋からはですね、えー、ロシアによるマリウポリの完全制圧というのはこれは確認していないという扱いになってますよね。 ウクライナ政府も認めていないし、まあ西側の軍事関係者も、まだそういう完全制圧までには至っていないというような見方になってるかと思います。で、それでもですね、まあそのマリウポリに配属されていた、えー、12校から14校のその大隊がですね、えー、それが、 まあの別の地域の方に動き始めたという、まあ、こんな話もあったりするのでロシアはその限られたそのどうしても守らなきゃいけないところあるいはまあどうしても取らなければいけないところそこに対して軍備を集中させたい。そのためには マリウポリは優、まあ、勢であることは間違いないんだけれどもお完全制圧をするというところまで、えー、待っていられない状況、まあ、おそらくはドネツク州の、まあ、ドネツク市という、まあ、その町になるんだろうと思いますが。 そこにおいて今激しい攻防が行われている、ここに負けるわけにはいかないということで、どうも部隊を向かわせているのではないかというのが、推察されるところではあります。で、ロシアのその支配層の側というものを捉えたときに、ここもですね、随分とこう分裂的なことがいろいろ起こっているというのは、これはまあ皆さんもこう分かって、 でできていいるとところではないかなか思いますロシア連邦保安庁と言われている FSB と言われているもともとプーチンが、まあ、そこの出身だったというねそこの長官もやったことがあるという、まあ、この部署がありますがここの第5局と呼ばれている、まあ、そのウクライナをこう調査するその調査担当部署。 えー、ここの人員がですねもうう人、えー、粛清されたたんだという話があったりしますよね実は二重スパイになっているような人間たちも結構いてですねそういう中でロシアの国内情報というものをですね西側に流しているそういう FSB 職員もですねかなりいるんじゃないかってそのことを嫌って でですね、こういうい置に出たんではないいかという、またウクライナ情報局の情報としてはなんですけれどもウラジオストクにある造船所がですね、えー、資金不足とそれから部品不足のために政府からです、ね、発注を受けていた、まあ、そういう艦船の類いというものがですね まああくまでもウクライナ側からの情報なので、まあ、情報拡くのためのものかもしれないということはありますがまあなかなかですねそういう観点から見ても、えー、どうも部品が入らないといったようなその西側の制裁というのは、まあ、かなり効いているのかなというそういう感じがあります。 ですから、ロシアがいくら、その、警戦の意思を持ち、プーチンがいくらですね、まあ、そういうことでもって、号令をかけても、なかなかうまく回っていかないというところに、こう、ずっと追い込まれていくっていうのは、大いにあり得る話かなと思ってます。まあ、ただ、一方で、イギリスのジョンソン首相はですね、訪問先のインドで記者会見をしたときに、 来年の末までこの戦争がずーっとこう続いた上でですね最終的にロシアの方が勝利を得るんだというまあそういう見込みもあるというこういう話をしていたりしますからそういうイギリス側においてはまた私とはですね全然違うものの見方や全然違う情報というものがこう入っているんだろうなということが見えるかなと思いますで。このこのとに インドであるとか中国であるとかがですね絡んでる可能性というのもこれはちょっとですね見ておかないといけないかなということになります。まあ私は今回のこういう問題において鍵を握るのはやはり中国かなというふうに思ってますから まあ今その中国というようなもののその後ろ盾がない状態で考えたときにはまあこういう話になっていくかなということなんですがで逆に言うとその中国をどういうことでもって締め上げていけるかというところに今回のこの戦争の成否というのがある意味かかっているでそれプラスですねロシア国内で えー、もうプーチンはダメだとなんとかして排除させようという動きが起きてくる、えー、そういうことによってまあこの戦争が終結することになるまあそこにはまあ最後にちょっと期待をしたいところというのもあります必ずやろう日本最高朝霞豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべての方に切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます